皆さん、こんにちは。今回は、笑点でおなじみの人気落語家、林家たい平さんについて、その魅力と最新情報を交えながら深掘りしていきたいと思います。林家たい平さんは、1964年12月6日生まれの埼玉県秩父市出身です。身長168センチメートル。血液型は B 型。明るく元気なキャラクターで、多くの人に笑顔と元気を与え続けている方ですよね。落語家としてはもちろん、テレビタレントとしても大活躍中で、その人気と知名度は群を抜いています。まさに、国民的落語家と呼ぶにふさわしい存在です。でも、そんなたい平さんの意外な一面をご存知でしょうか。実は、武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科を卒業しているんです。落語家としては珍しい経歴ですよね。美大卒というバックグラウンドが、たい平さんの感性やセンスに影響を与えているのかもしれません。そんなたい平さんが落語家を志したきっかけは、大学生の頃、偶然立ち寄った落語研究会、落研サークルを休出したことだったそうです。当時のたい平さんは落語を見たこともなかったのに、ラジオから流れてきた五代目柳家小さんさんの落語に感動し、本格的に落語に取り組むようになったんです。まさに運命の出会いですよね。大学卒業後、たい平さんは林家こん平さんに弟子入りしますが、簡単にはいきませんでした。林家一門のおかみこと海老中横さんの自宅で、なんと1年間もの住み込み修行を経てようやく弟子入りを許され、その後も合計で6年間も海老名家で過ごしたそうです。朝は掃除から始まり、昼は落語の稽古、夜は先輩の運転手などをこなす日々。芸能界の華やかなイメージとは裏腹に、伝統芸能の世界の厳しさが伝わってきますね。そんな厳しい修行を経て、たい平さんは1992年に2つ目に昇進し、2000年には真打ちに昇進しました。2つ目から真打ちになるまで、通常は10年から15年かかると言われていますが、たい平さんはわずか8年で達成。その才能の凄さがうかがえます。真打ち昇進後も、たい平さんの活躍は目覚ましいものがありました。2004年から、笑点の大喜利コーナーに出演し始め、2006年に正式メンバーとなりました。以来、歌丸師匠や三遊亭円楽さん、春風亭昇太さんなど、個性豊かなメンバーと共に、日曜日の昼下がりに欠かせない存在となっています。モノクロテレビ。最近、たい平さんは笑点の裏側について興味深い話をしていたんです。フジテレビのポカポカという番組に出演した際、58歳だけどまだ若手だと自称し、先輩方の面倒を細やかに見ていることを明かしました。お茶を入れたり、こぼしたお茶を拭いたり、ご飯粒がついているのを教えてあげたりと、さりげない気配りを欠かしません。さらに驚きなのは、先輩方が何の薬を飲んでいるかまで把握しているとか、倒れた時に飲み合わせが悪かったら大変なことになるからだそうです。なんと気の利いた後輩なんでしょう。普段の明るいキャラクターからは想像できない。優しさと思いやりの深さが伝わってきますね。そんなたい平さんですが、最近は社会貢献活動にも力を入れています。2023年5月には東京豊島区の巣鴨地蔵通り商店町で開催された高齢者の消費者被害防止の啓発 PR イベントに参加し、防詐欺隊長に任命されました。イベントでは自身も詐欺の標的になりかけた経験から高齢者たちに警鐘を鳴らしました。自分の両親も80歳を過ぎて健在です。自分たちの人生の先輩が詐欺にかかって、これまでに蓄えたお金が悪い人に渡ってはいけない、自分だけは大丈夫と考えずに、次は自分のところに詐欺の電話がかかってくるという心づもりで、みんなで気をつけましょうと呼びかけ、犯罪者は許せないと怒りをにじませました。笑点メンバーの小遊三さんの姉が詐欺電話に遭った時のエピソードも笑いを交えて紹介。お姉さんが、あんた誰だと言ったら、クソババアと言われたそうです。小遊三さんは、なんで姉に会ったこともないのにクソババアだって分かったんだと言っていたと明かし、会場を沸かせました。
さすが落語家、シリアスな話題も笑いに変えてしまいますね。でも笑いの中にも仲間や高齢者への思いやりがしっかりと込められています。また初期の肺がんで手術をした三遊亭円楽さんについても触れ、会った際に手術をした傷口を見せてもらったと明かし、元気な様子に安心しましたと話しました。春風亭昇太さんに対しては、一人暮らしだと詐欺にかかりやすいから気をつけてと注意を促しつつ、結婚詐欺にも会わないようにとユーモアたっぷりに付け加えたそうです。笑点メンバーの絆の深さが伝わってくるエピソードですね。ここで太平さんの家族についても少し触れておきましょう。実は太平さんは既婚者で、息子が2人、娘が1人いるんです。2016年には長男の作太郎さんと一緒に絆ワークという番組に出演し、福島県の果樹園で働く様子が放送されました。モノクロテレビ。そして2019年4月、長男の作太郎さんが太平さんのもとに弟子入りし、同年8月10日には父の独演会で林家作平として講座デビューを果たしています。親子で落語家というのは、林家正蔵さんや林家一平さん、二代目林家菊蔵さんなど珍しくはありません。でも親子でお客さんを楽しませる姿は何度見ても微笑ましいものがありますよね。2022年には映画「デクの空」で親子共演も果たしました。撮影開始当初の作平さんは緊張していたようですが、徐々に役をつかんでいき、良い表情で演技ができたと太平さんは評価しています。プライベートでは見たことがない息子の表情を見て、太平さんは密かに感動していたんだとか。親子の絆が深まるきっかけになったのではないでしょうか。次男についてはまだ詳しい情報はありませんが、いつか次男も加わって親子3人で笑点に出演なんて日が来るかもしれませんね。そして太平さんを支え続ける妻の千佳さんについても忘れてはいけません。1996年に結婚した千佳さんは、もともとはフリーのキャスターをしていました。株式会社リクルートに勤務した後、フリーのキャスターに転身し、 NHKBS の初代スポーツキャスターとして活躍していたんです。結婚後は家庭に入り、現在は太平さんの個人事務所の代表として公私にわたり夫を支えています。キャスターを務めるほどの美貌に加えて、生け花草月流師範、着物着付け師範の資格も持つ千佳さん、まさに伝統芸能である落語家の妻に必要な資質を全て持ち合わせていると言えるでしょう。共済家というキャラクターでいじられることの多い太平さんですが、実際の夫婦仲は良好のようです。千佳さんは2010年12月から個人ブログを始め、一個人としての発信を続けています。芸能人の妻という立場でありながら、自分は有名人ではないと一線を引く姿勢からも良妻ぶりが伝わってきますね。さて、ここまで林家太平さんの魅力について語ってきましたが、改めて整理してみましょう。落語家としての活動はもちろん、テレビタレントとしても大活躍中の太平さん。その人気の秘密は、何と言っても人々に元気を与える明るいキャラクターでしょう。落語の講座でも、テレビ番組でも、常に笑顔を絶やさず、視聴者を楽しませてくれます。でも、それだけではありません。先輩方への細やかな気遣いや、社会貢献活動への積極的な参加など、芸人としてだけでなく、一人の人間としての魅力も高いんです。シリアスな話題も笑いに変えつつ、仲間や高齢者への思いやりを忘れない姿は、多くの人の共感を呼ぶことでしょう。そして、家族を大切にする姿勢も印象的です。息子さんと一緒に仕事をしたり、妻を支えに活動を続けたりと、プライベートでも充実した生活を送っているようです。そんな姿は多くの人の憧れとなっているのではないでしょうか。林家太平さんの活躍はこれからも続いていくことでしょう。笑点での活躍はもちろん、落語会や各種イベント、メディア出演など様々な分野での活動にも期待が高まります。そして息子さんたちの成長も楽しみですね。親子2代、
三代と続く落語家の系譜がこれからどのように発展していくのか目が離せません。皆さんは林家たい平さんについてどんな印象をお持ちでしょうか。落語や笑点の思い出、たい平さんのエピソードなどコメント欄で教えてくださいね。そしてこの動画が面白かったと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。今回の動画ではたい平さんのルーツから最新の活動までぎゅっと凝縮してお届けしました。武蔵野美術大学出身という意外な経歴や弟子入り前の苦労の日々、笑点の裏話や仲間への思いやり、そして家族との心温まるエピソードなど、たい平さんの魅力がより深く伝わったのではないでしょうか。落語はもちろん、バラエティ番組や CM、ドラマなど、さまざまな分野で輝き続けるたい平さん。あの明るいキャラクターと、つい微笑んでしまうような優しい笑顔で、これからも私たちに元気と勇気を与え続けてくれることでしょう。次回の動画もお楽しみに。それでは、またお会いしましょう。